Then I turned to see the voice that was speaking with me. And having turned, I saw seven golden lampstands, and in the middle of the lampstands, I saw one like a son of man, clothed in a robe reaching to the feet, and girded across his chest with a golden sash. ヨハネの黙示録はこんな一文で始まります。私は語りかける声の主を見ようとして振り向いた。振り向くと七つの金の燭台が見え、燭台の中央には人の子のような方がおり、足まで届く衣を着て、胸には金の帯を締めておられた。その頭、その髪の毛は白い羊毛に似て雪のように白く、目はまるで燃え盛る炎、目はまるで燃え盛る炎、足は炉で洗練された真鍮のように輝き、声は大水のとどろきのようであった。右の手には七つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出て、顔は強く照り輝く太陽のようであった。広し林浜松セリージャパン。日本経済新聞2017年9月14日付の記事にも次のようにあります。7つの金の燭台の中央に現れた人の子、目はまるで燃え盛る炎、目はまるで燃え盛る炎、口からは両刃の剣が出て、顔は太陽のように輝いたという、これは黙示録の冒頭でヨハネの前に現れたキリストの姿だと。つまりイエス・キリストの目はまるで燃え盛る炎のようであったというのです。イエス・キリストの目は赤かったということになるのでしょうか。 The Revelation of St. John、 つまりヨハネの黙示録の他の部分にもそのように表現されています。そうしたキリスト教会における常識がことわざにもなっているようですね。一番下にあります。誰が赤い目を、あるいは目の赤さを持っているかと。この赤い丸で囲んだところにその目の色が表現されています。イナンナ・イシター、つまりマリアの目も赤かった。そしてイエス・キリストの目も赤かったということになります。Zechariah Sitchin wrote that some 4,000 years ago, the majority of the Anunnaki left Earth after had nuked the Sinai spaceport and Sodom and Gomorrah. Marduk, however, who was Ea's eldest son, stayed on Earth with some of his loyal lords.およそ4000年前、アヌンナキの大部分は地球を去った。同時にシナイ半島の宇宙基地とソドムとゴモラを核で破壊した。しかしエア、つまりエンリルの長男マルドックは彼の忠実な王とともに地球に残った。マルドックは過去において人間の女性と結婚した。その女性というのはアヌンナキと人間の混合種であった。それゆえに、つまり人間の女性と結婚したため、ニビルへ戻ることを許されなかった。人間は天国、つまり
ニビルへ入ることを許可されていなかった。イーノックのような例外は時と場合にはあるが、そうでなければ許可されたとしても短期間のものであった。そのためマルドックはハイブリッド種の妻と一緒に暮らし、ニビルでの皇族の地位を失うか、それとも妻を捨て彼の地位を維持すべきかの選択をしなければならなかった。すでにアヌ王や枢機卿たちの怒りを受けていたこともあり、彼以前のナムールの血筋を引いていたので、マルドックは地位などクソくらえと言って妻を選んだ。しかしマルドックは彼の親族を忘れることも許すことも決してなかった。彼の親族が自分を裏切ったと考えていた。それでマルドックはエンリル一派、つまりレプタリアン族との対決を宣言し、地球の支配者になることを望んだ。少なくとも王が地球にいなくなるよりは良いとマルドックは考えた。そのためイナンナと激しく戦った。イナンナというのはエンリル一派の女性であった。権力に溺れた二人のアヌンナキが原因で、その戦争により何千人もの人間兵士が巻き込まれ殺された。アヌンナキが地球を去った時、すでにマルドックの妻、つまり人間は死んでいた。マルドックの妻は神々のように長寿ではなかったが、アヌ王や枢機卿たちはその反抗的な性格により、マルドックがニビルに戻ってくることを望まなかった。代わりにアヌ王たちはマルドックを地球に残し好きなことをさせた。もしマルドックが地球の王になりたいというのなら、それはそれで良いと。が、神々はマルドックがその基地を使ったり乗っ取らないようにするために、最初に市内の宇宙基地を核で破壊した。それ以来マルドックがこの地球の責任者となった。少なくとも地球の大部分の支配者となった。マルドックは現在私たちが地球のエリート、つまりイルミナティ、さらにはあるべき権力と呼ぶ実質的な派閥の権力者であった。しかし彼はただ一人の責任者ではなかった。他にも地球エリートの部分を操る別個の勢力があった。そのため事情は複雑であった。近くさらに詳しく調べることになる。神々が地球を放棄して以来、エンキ一派、つまり竜族とエンリル一派、つまりレプタリアン族一派が地球に残された。そして彼らのうち何人かはニビル王国に対して忠誠を誓っていた。もちろんマルドックは明らかにそうではなかったが、それでニビルの血筋を引いた者同士の戦争は現在の今もいつものようにこの地球上で続いている。人間がその兵士というわけである。自由のためと称してイラクやその他の場所で戦っている若くて勇敢な兵士を励ますことにはならないが、実際には今でもいつもそうであったように、彼らは神々の戦争を代理にしているに過ぎない。Today's story is about the genealogy of gods. Who are they and where do they come from? Very often, the smallest fact would lead us to solve the biggest mystery,
to get us out of the labyrinth of ancient history. Here is one example that it says that it is an eye. You see a symbolic eye of Ra, the supreme god in Egyptian mythology, together with an eye printed in the reverse side of $1 note of USA currency. In both cases, it is one eye and it is a right eye of God. Why is it only one right eye? Is it the symbol of God? Or is it the eye of the same God? Here is my answer to this mystery. 時として小さなヒントが大きな謎を解く鍵となることがあります。その一つの例を今日は皆さんにご覧いただきます。テーマは神々の系図、つまり神々というのは誰のことなのか、その神々はどこから来たのか。きっかけはイタリア在住の友人からのコメントでした。ローマ在住の研究家のニコ・ゲラルディさんという方です。彼はこう書いてきました。エジプトの最高神ラーのシンボルは右目であると。で、私は調べてみました。確かに右目です。続いて彼はイルミナティで使っている目は左目である、つまり盲目の方の目である。その友人が言わんとしていたことは、盲目の目の方、つまり左目を使っているフリーメイソンやイルミナティは間違っているということでした。が、調べてみるとフリーメイソンやイルミナティの方では左目を使うこともありますが、多くは右目でした。少し分かりにくい例としては、アメリカの1ドル札の裏に書かれている目です。私はそれが右目なのか左目なのか当初大変迷いました。で、目頭と目尻が微妙に異なっていることから、1ドル札の裏に表現されている目は右目であると判断しました。が、なぜ右目なのか左目であってはいけないのか。友人の説明によれば、左目は盲目の目であるというのです。で、このことで真っ先に結びついたのがアンドレア・デル・ベロッキオとダ・ヴィンチが描いたとされるあのイエスの洗礼の絵です。その絵の中ではイエスと言われる人物の上に1羽の鳥が描かれています。その鳥には片目しかなく、他方の左目は表現されていません。つまり片方はブラインド、盲目ということになります。なぜベロッキオとダ・ヴィンチはこんな鳥を描いたのでしょうか。そしてどうしてそのコンセプトがラーの目と一致しているのでしょうか。簡単に言えば、エジプトの最高神であるラーも片目であった。ベロッキオとダ・ヴィンチが描いた鳥も片目であった。片目は神のシンボルであった。仮に100歩譲っても片目だけというのは奇妙ですね。ラーの目も片目、フリーメイソンあるいはイルミナティのシンボルマークも片目、そしてベロキオとダ・ヴィンチの描いた鳥も片目、しかもそれも右目だけ。これはただ単なる偶然なのでしょうか。というようなことは考えられません。偶然とはとても言えません。そこでさらに調べてみると、私たちがダ・ヴィンチと呼んでいるその人物も実は片目であったことが分かりました。もっと正確には、1500年後のルネサンスの時代に現れたイエス・キリストも片目であったということです。それについてはもう少し後で説明しますが、となると私たちが神と呼んでいるその人は
だためであったということになります。少なくともエジプトのラーもイエス・キリストも固めであった。さらにゼカリア・シッチンの説に従えばラーイコールマルドックですから、マルドックも固めであったということになります。さらにさらに言えばラー、つまりマルドックが固めならアフラーマズダ、アラーフも固めであったということになってしまいます。わかりやすく言えば神々の世界がその固めでつながってしまうということです。もっともここで固めといっても身体的な特徴の一つとして固めであったというよりも、何かもっと別の意味で固めであったということになるのかもしれません。右目は例えば賢者の目、左目は愚者の目と、がそれはともかくも、そこにある事実は事実、そこにある事実だけを確認しながらこの動画の中ではその固めについて考えてみますが、その固めには何やら重要な意味が隠されていることだけは確かなようです。で、今日の動画をご覧いただきますが、先に言ったベロッキオとダ・ヴィンチの描いた鳥に注意してください。イエスの洗礼の中に書かれている鳥には固めしかありません。これは先に説明した通りですが、その鳥から四方に光線が伸びているのがわかります。この図柄のコンセプトは現在のフリーメイソン、そしてその上位団体であるイルミナティのシンボルマークのコンセプトとも一致します。これもやはり偶然なのでしょうか、が私にはどうしても偶然には思えないのです。言い換えると偶然ではなく意図的に同じコンセプトが使われたと私林博氏は考えます。さらに言えばこうした事実、つまり固めの神を知っていた人たちがイエスの洗礼の絵を描き、同じ人たちがフリーメイソン、そしてイルミナティとつながっていると私林博氏は考えています。回りくどい言い方はやめます。肖像画で表現されているダ・ヴィンチこそがまさに1500年後のイエスであったということです。つまりダ・ヴィンチの肖像画こそが、あの肖像画に描かれた人物がイエス・キリストであったという、つまりは物的証拠、物的証拠ということになります。順にそれをこの動画の中で説明していきます。ヒロシ・ハヤシ、ハママスリー、ジャパン。もう一度画面を見ながら説明します。ギリシャ彫刻のプロメテウス像です。私が知る限りプロメテウス像は2体しかありません。そのうちの1体ですけども、足に鎖が巻かれている点に注意してください。プロメテウスは神の意志に反して人間を改造しました。その罪に問われてプロメテウスは足に鎖を巻かれ野に放たれます。プロメテウスは毎日鳥に体をついばまれるという刑を受けます。その様子を表したのがこの像ということになります。言うまでもなくプロメテウスというのは延期、エアを表しています。プロメテウスは人間側から見れば人間に知恵と、そして自由を与えてくれた英雄ということになります。そのプロメテウスを象徴的に表現したのがハドソン湾に立つ自由の像ということになります。自由の像はプロメテウスを題材に、その息子のディオニソースのギリシャ彫刻を元にして作られたものと私林博氏は判断しています。
自由の像の足元に注意してください。自由の像の足にはこのように鎖が巻かれています。その理由は皆さんもうお分かりですね。そのプロメテウスの息子、つまり延期エアーの息子がマルドゥックということになります。これはバビロニアに残るバウンダリーストーンですけども、頂点にイナンナ・イシュターが立ち、その下に延期エアーがいます。3段目に左マルドゥックが位置します。同じ図柄で描かれている点に注意してください。上が延期エアー、すなわちプロメテウス、下がマルドゥック、すなわちミトラ、アポロということになります。なおミトライコールアポロ説については別のところで証明しました。延期エアーからマルドゥックには正当に王位が継承されたと言われていますが、どうもそうではないようです。左のミトラ像をご覧ください。この像の中ではミトラがお牛にまたがり、お牛の首に短剣を突き刺しています。短剣です。このギリシャ彫刻を見る限り、ミトラは延期エアを倒して王座に就いたということになります。ギリシャ彫刻というのはそれまでの神々の歴史を彫刻という形で表した、言うなれば 3D の立体歴史書ということになります。 by 林博士説です。それはともかくも、お牛は延期エアをシンボリックに表現する象徴的な動物ということになります。そしてそのお牛をミトラが短剣で突き刺している、ミトライコールマルドゥック説 by 林博士です。ここでミトラ像と、そして先に紹介しましたプロメテウス像を並べてみると大変興味深いことがわかります。左下はオリオン座です。私林博士はプロメテウス像はオリオン座の配置に真似て作られた像であると判断しています。左下がオリオン座です。上下を比べてみてください。プロメテウスの像と、そしてオリオン座の並び方がよく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。つまりオリオン座の星の並び方を真似てプロメテウス像が作られたというわけです。同じようにその隣のお牛座を見てみます。右下がお牛座です。角度を変えてみます。同じようにミトラ像とお牛座の星の並び方を比べてみてください。お牛座の星の並び方とミトラのポーズが同じであることに皆さんもお気づきになると思います。つまりミトラ像はお牛座の星の並び方を真似て作られた像ということになります。そして今も言いましたようにオリオン座とお牛座は隣り合わせに並んでいます。左下がオリオン座です。右上がお牛座です。なおオリオン座とお牛座の関係はゾーディアック、つまり12級図の上でも説明ができます。この12級図を見てください。この図の11時から12時の位置のところにオリオン座、12時から1時のところにお牛座が
位置します。つまりオリオン座の次に牡牛座と並んでいるわけです。つまり十二宮図の上においてもですね、オリオン座の次が牡牛座、言い換えるとプロメテウスの次がミトラということになります。延期エアイコールプロメテウス、そしてマルドゥックイコールミトラということになります。そのマルドゥックはペルシャの出身でした。マルドゥックイコールラーということになります。 by ゼカリア・シチンです。ラーというのは神一般を意味します。そのラーがアフラーマズダ、最も賢い神となります。アフラー神ですね。そしてアラーフ、つまり最も偉大な神、アラーフアクバルとなるわけです。みなラーという音がある点に注意してください。つまりマルドゥックこそがペルシャの神であったということになります。ラー、アフラー、そしてアラーフです。そのラーはエジプトの最高神ということになります。左下はラーの右目と言われています。そしてそのコンセプトは現在のアメリカへと引き継がれています。右下は1ドル札の裏に刷り込まれている、まさしく神の目ということになります。フリーメイソン、もしくはその上位団体のイルミナティのシンボルマークともなっています。このマークもイルミナティもしくはフリーメイソンのシンボルマークとしても使われています。ラーの目とそしてイルミナティの目を比較してみてください。右目か左目か、ここが一つのポイントとなりますが、共に右目である点に注意してください。左がイルミナティのシンボルマーク、そしてこんな絵も描かれていました。右は鳥の絵ですけども、向かって左側、右目はありますが左目は描かれていません。そしてその鳥を中心に光線が四方に伸びています。同じコンセプトです。この絵はベロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされるイエスの洗礼の中に描かれている鳥です。つまりこの時点でベロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチは私が今説明したようなことをすでに500年前にルネサンスの時代に知っていたということになります。言い換えると左の目はイエス・キリスト自身の目ということにもなりますが、同時にマルドゥックの目、ラーの目ということにもなります。となるとベロキオとレオナルド・ダ・ヴィンチはなぜこんな絵を描いたかということになります。その謎を解く鍵は実はダ・ヴィンチ自身の自画像の中にありました。これはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像とされています。この絵を注意深く見てください。この自画像の向かって右側、つまりこのレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家の左目に注意してください。暗くてよく見えませんが、拡大し明るくしてみますと、普通でない目が見えてきます。向かって左側の右目には問題はないようですけども、向かって右側の左目は普通ではないようです。つまりこの目ではものを見ることができなかったものと私林博士は判断しています。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の
自画像に表現されている人物の右目はともかくも左目はまあ普通ではなかった、つまり半分盲目であったと考えられます。そのコンセプトがベロキオとダ・ヴィンチが書いたとされるイエスの洗礼の中に描かれている鳥へとつながっていきます。この鳥もやはり向かって右側の左目が何やら普通でないように見えます。そしてそれがフリーメイソンのあるいはイルミナティのシンボルマークへとつながり、そしてラー、つまりマルドックの目とつながっていきます。結論ということになりますが、これら4社の目はまさしく神の目ということになります。言い換えるとルネサンスの時代に現れたあのレオナルド・ダ・ヴィンチは人間ではなくまさしく神であったということになります。もう一度最初に話した部分を繰り返します。今動画をご覧いただきましたが、先に言ったベロッキオとダ・ヴィンチの描いた鳥に注意してください。イエスの洗礼の中に描かれている鳥には片目しかありません。これは先に説明した通りですが、その鳥から四方に光線が伸びているのがわかります。この図柄のコンセプトは現在のフリーメイソン、そしてその上位団体であるイルミナティのシンボルマークのコンセプトとも一致します。これもやはり偶然なのでしょうか、が私にはどうしても偶然には思えないのです。言い換えると偶然ではなく意図的に同じコンセプトが使われたと私林浩司は考えます。さらに言えばこうした事実、つまり固めの神を知っていた人たちがイエスの洗礼の絵を描き、同じ人たちがフリーメイソン、そしてイルミナティとつながっていると私林浩司は考えています。回りくどい言い方はやめます。肖像画で表現されているダ・ヴィンチこそがまさに1500年後のイエスであったということです。つまりダ・ヴィンチの肖像画こそがあの肖像画に描かれた人物がイエス・キリストであったという、これが物的証拠ということになります。以上です。 Bye for now。Mr. Nico Girardi, Rome, Italy, wrote to me as follows. Have you never studied the Egyptian meaning, Eye of Horus? Do you know about the fact that on the Illuminati or Masonic pyramid, prevalent in USA, there is an eye that represents the left eye of Horus, that is,blind. Is the right one eye the true eye of Horus, not the left one that is blind? The right that one similar to the eye of the falcon or the phoenix? あなたはホルスの目の意味についてエジプト語を勉強したことがないのですか？イルミナティやフリーメイソンではピラミッドの中に USA では広く知られていますが、ホルスの左目を表現しています。左目は
盲目の目です。ホルスの真の目は右目であり左目ではありません。左目は盲目の目です。右目はファルコンあるいはフェニックスの目に似ています。そうです、右目はファルコンの目でオシリスの真の目です。ホルスの目はフェニックス神話を最もよく表現したものです。つまりエジプト伝説によれば目そのものがオシリスの一部を示しているということになります。言い換えると彼の目はセス、つまり暗黒の神がバラバラにした手足の一部にしか過ぎません。イシスはオシリスの一部と知るようになり、イシスはそれに新しい生命を与えるためそのバラバラになった体を一つにまとめたのです。体を結合させる前の命はセスの暗闇の中で生きていました。で、セスは光のおかげで生き返ったのです。このことが理由でホルスの目は最短のシンボル、つまりアテフのシンボルと同一視されるようになり、同時にフェニックスは光のシンボルとなり、そしてその光が人間の心霊を表現するようになりました。事実、ホルス、つまりラーの目はいくつかのケースではアトンの神のように光線を外に発する太陽を表しています。その光線は人間の顔を表した壺の中に入っていきます。つまり人間の心はこれらの光線で満たされているというわけです。ホルスの目はギリシャ語のホロに訳され別の価値を持つようになり、結果的に中国語のタオ、ドウのシンボルとともに中国の伝統にもなっています。つまり生命の二元論、目がちょうど二つあるようにカルツージュ中古代エジプトの花枠の装飾の中などに表現されています。また神話の中でもこうしたシンボルが表現されています。例えば頭から外に出ている蛇、あるいは第三の目の表現などにおいてです。もちろん目のシンボルは聖書の中に出てくる鷹はアポカリプス中ヨハネの黙示録の表現に見られるようにエジプト語あるいは絵の中でも表現されています。以上、林博士が翻訳しましたがイタリア英語で意味がよくわからないところがありました。広し林、浜祭り、ジャパン。このニコ・ジェラルディさんからの投稿を簡単に説明しますと、このホルスの目は右目か左目かということです。なんだ、そんなことかというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけども、右目か左目か、これが重大な謎を解く鍵となりました。もう一度 Eye of Prometheus、 つまりプロメテウスの目をご覧ください。フリーメイソン、そしてその上位団体のイルミナティのシンボルマークにもなっています。この目を丁寧に見てください。これは右目なのでしょうか、左目なのでしょうか。右目が
神の目、そして左目は blind、 盲目になっているというのです。もう一度ホルスの目をじっくりとご覧ください。このホルスの目は右目ですね。向かって左側にある右目ということになります。そしてこれが1ドル札に刷り込んであるプロメテウスの目、あるいはホルスの目ということになります。これは右目なのでしょうか、それとも左目なのでしょうか。皆さん自身でご判断ください。じっくりとご覧ください。私はこれはやはり右目と判断しました。目の上まぶたのラインに注意してください。上まぶたが向かって右寄りの方に広く、そして左の方に細く狭くなっているのがわかります。ですからこれはやはり右目ということになります。がなぜ右目と左目にこだわるかということですね。ニコ・ジェラルディさんの意見によれば、右目が神の目、そして左目は盲目になっているというのです。そしてこのような論文を送ってくださいました。内容はともかくも、ではなぜ私がこうまで右目左目にこだわるかということですね。実はそのことを、右目が神の目であることを知っていて、そして絵画で表現した人がいました。言うまでもなく1500年後のイエスです。ルネサンスに現れた1500年後のイエスは、ベロッキオ・ダ・ヴィンチという二人の操り人形芸術家を通して、それを私たち人間に教えました。それがイエスの洗礼という絵です。この絵を注意深くご覧ください。丸で囲んでみました。イエスと言われている人物の上に一羽の鳥が描かれています。この鳥の目に注意してください。向かって左側の、つまりこの鳥の右目はしっかりと描かれていますが、しかし向かって右側の左目は描かれていません。つまり盲目であることをこのような形でベロッキオとダ・ヴィンチは示しました。そのコンセプトはエジプトのホルス神のコンセプトと一致します。注意深くご覧ください。注意深くご覧ください。もちろん Discovered by 広志林です。がなぜこの事実が重要かということについても説明しておかねばなりません。つまりこれがこの動画の結論ということになります。上がイエスの洗礼の中に描かれた鳥です。そして右下がフリーメイソン、あるいはイルミナティのシンボルマークです。共に右目のみが描かれ、そして光線が四方八方に散っているところに注意してください。繰り返します。共に右目だけが描かれ、そして光線が四方八方に散っているところに注意してください。すなわち1500年後のイエス・キリストはこのような形で自らの姿勢を明かしたというだけではなくて、フリーメイソン、イルミナティと深く関わっていたということを示したということになります。繰り返します。左がベロッキオとダ・ヴィンチの合作と言われているイエスの洗礼の中に描かれている鳥です。そして右下がフリーメイソン、あるいはイルミナティの
シンボルマークです。このような形で1500年後のイエスはルネッサンスという時代にこの地球に現れて、自らのアジェンダを私たち人間に示したということになります。 Bye for now。Ra in Egypt, Allah in Islam, and Ahura in Zoroastrianism are one single deity, Marduk, the first son of Enki. Here is its evidence. Hiroshihayashi, Hamama City, Japan.エジプトの最高神、太陽の神、ラーです。頭にサンディスクをつけている点に注意してください。太陽の神のシンボルです。サンガードです。そして、イスラム教の神といえば言うまでもなく、アラーフ・アクバール。神は偉大なりという意味です。アラーフ。最高神です。アクバール、the greatest、最も偉大なるという意味です。そしてもう一人、太陽の神がいます。アフラ・マズダーです。ゾロアスター教のシンボルマークにもなっています。アフラ、神、マズダ、最も賢いという意味です。で、三人の神を並べてみます。ラーです。アラーフです。そして、アフーラーです。この三人の神は、大変発音が似通っています。共に、ラー、ラー、ラーという音を持っています。そして、アラーフとアフーラーは同じ、フという音を持っています。ただ、アラーフという時のフはほとんど聞こえません。ともかくも、音がこのように共通しているということです。で、それだけではありません。エジプトでは古来このようにして挨拶をしました。手をかざしています。こうした壁画がたくさん残っています。やはり手をかざしています。もう一枚見ていただきます。同じように手をかざしています。これが挨拶の仕方だったんですね。両手を相手にかざしています。同じようにイスラム教では神に手をかざして挨拶をします。ゾラスター教でも同じように手をかざして挨拶します。手の位置、形に注意してください。林博士は
同じと判断しました。つまり、こうしてアラーフ、ラー、アフラはつながっているということになります。そしてそれが現在の今に続いているということになります。アラーフ、ラー、アフラ、つまり一人の神、三ゴッドであったということになります。by 林浩司。それを裏付ける証拠はいくつかあります。ゼカリア七鎮です。ゼカリア七鎮は、シュメール、メソポタミアに残る年度版を解読して、地球年代記を表しました。その一部を紹介します。紀元前1万1000年です。延期が人間を助けたということになります。が、エンリルはその後、人間を許したという形になります。1万500年ですね。そして、ここです。紀元前9780年、ラー・マルドクは、延期の長男であったが、オシリスとセスの間で、エジプトを分割して与えた。これがバウンダリーストーンです。説明しておきます。頂点に、イナンナ・イシュタールが立ちます。そしてここにエア、つまり延期がいます。アヌ王の長男でした。そして、その息子がマルドクということになります。こういう位置関係にあります。そのマルドクが地球に残って地球の王となったということになります。そのマルドクイコールラーでした。これで謎が解けました。マルドクイコールラーだったのです。もう一度、冒頭でお見せしました。このチャートを見ていただきたいと思います。ラー、左がアラーフ、そして右がアフーラです。音が共通しています。そして、それが現在に続いています。つまり、ラーというのはマルドックだったということになります。マルドックこそが地球の支配者だったのです。マルドックとアヌンナキの関係についても、ゼカリア七鎮は述べています。それをここに紹介します。マルドックの立場がこれでわかります。およそ4000年前、アヌンナキの大部分は地球を去った。同時に、シナイ半島の宇宙基地とソドムとゴモラを核で破壊した。しかし、EA、つまりエンリルの長男のマルドックは、彼の忠実な王と共に地球に残った。マルドックは過去において人間の女性と結婚した。その女性というのはアヌンナキと人間の混合種であった。それゆえに、つまり人間の女性と結婚したためにニビルへ戻ることを許されなかった。人間は天国、つまりニビルへ入ることを許可されていなかった。イーノックのような例外は時と場合にはあるが、そうでなければ許可されたとしても短期間のものであった。そのため、マルドックは、ハイブリッド種の妻と一緒に暮らし、ニビルでの皇族の地位を失うか、それとも、妻を捨て、彼の地位を維持するべきかどうかの選択をしなければならなかった。すでに、アヌ王や、枢機卿たちの怒りを受けていたこともあり、アヌ王以前のナムールの血筋を引いていたので、マルドックは、地位などクソくらえ、と言って、妻を選んだ。しかし、
マルドックは彼の親族を忘れることも許すことも決してなかった。彼の親族が自分を裏切ったと考えていた。それでマルドックはエンリル派一派、つまりラム族との対決を宣言し、地球の支配者になることを望んだ。少なくとも王が地球にいなくなるよりは良いとマルドックは考えた。そのためイナンナと激しく戦った。イナンナというのはエンリル派一派の女神であった。権力に溺れた二人のアヌンナキが原因で、その戦争により何千人もの人間兵士が巻き込まれ、そして殺された。アヌンナキが地球を去ったとき、すでにマルドックの妻、つまり人間は死んでいた。マルドックの妻は神々のように長寿ではなかった。が、アヌ王や枢機卿たちは、その反抗的な性格により、マルドックがニビルに戻ってくることを望まなかった。代わりに、アヌ王たちは、マルドックを地球に残し、好きなことをさせた。もし、マルドックが地球の王になりたいというのなら、それはそれで良い、と。が、神々は、マルドックがその基地を使ったり、乗っ取ったりしないようにと、最初に、市内の宇宙基地を核で破壊した。それ以来、マルドックがこの地球の責任者となった。少なくとも地球の大部分の支配者となった。マルドックは現在私たちが地球のエリート、つまりイルミナティ、さらにはあるべき権力と呼ぶ実質的な派閥の権力者になった。しかし、彼は、ただ一人の責任者ではなかった。他にも、地球エリートの部分を操る別個の勢力があった。そのため、事情は複雑であった。近く、さらに詳しく調べることになる。神々が地球を放棄して以来、エンキハ一派、つまり、竜族とエンリル一派、つまりラム族が地球に残された。そして彼らのうち何人かはニビル王国に対して忠誠を誓っていた。もちろんマルドックは明らかにそうではなかったが。さらに証拠が続きます。ギリシャの歴史家ヘロドゥトゥスです。歴史の父とも呼ばれています。ヘロドゥトゥスは世界最古の歴史書である歴史というタイトルの本を書き表します。これがその一部です。これがその一節です。そのヘロドゥトゥスの書いた歴史という本の中にカンボジエという王の名前が出てきます。またの名をカンビュセス二世と言います。これがその絵と言われています。ペルシャの王たちは皆、マルドックを信仰していました。まあ、それについて説明する前に少しペルシャの王について話しておきます。少し回り道をします。これがダリウスを描いたレリーフということになります。ダリウスは今足で、一人の人間を踏みつけています。これがストダーナ・ガウタマ、すなわち私たちがブッダと呼んでいるシッダ・アルタ・ゴータマ、ペルシャ名、セッダ・アルタ・ゴータマの父親ということになります。なぜこんなレリーフが残っているか、それについて簡単に説明しておきます。偽のスメルディスってことになっています。が、偽のスメルディスというのは取りも直さず、ストダーナ・ゴータマということになります。
セッター・アルタ・ゴータマのお父さんということになります。ここから先はあくまでもペルセポリスに残る碑文と、それとヘロドゥトゥスの書いた歴史によるものです。ペルシャです。カンボジアはですね、バビロンを攻略し、バビロンを落としてペルシャの王につきます。右下がペルセポリスです。そして残るはエジプトということになります。そこでエジプト遠征を企てるわけですけど、その前に夢のお告げでですね、弟のスメルジスがカンボジアの地位を奪うと。それをまあ心配したカンボジアは秘密裏にスメルジスを暗殺します。そしてエジプトへ出かけます。で、その後ですね、ペルシャでですね、ソダナ・ガウタマという男がスメルジスになりすまして王位についたということになっています。それを良しとしないダリウスが今度はそのスメルジスになりすましたソダナ・ゴータマを追い出します。そして追い打ちもかけます。で、ソダナ・ゴータマ一家は現在のネパールのルンビニへと逃げていきます。こういう流れなんですね。ですから、ダリウスは足で偽のスメルジス、すなわちソダナ・ゴータマを足で踏みつけています。で、これがサンタポルナーレ・ヌーボに残る、モザイク画ですけども、反転しましたけど、一番前にいるのがカンボジア、二番目のがストダナ・ゴータマ、そして三番目がダリウスということになります。最近私が したところでは、マギと言われているのはこの真ん中の一人、なあち、ストダナ・ゴータマだけということが分かってきました。なあち、まあ、ストダナ・ゴータマは強奪者ではなくて、ペルセヒポリスの碑文に残るような強奪者ではなくて、むしろ最高位の、いわゆるまあ、占い師ということになります。王ということになるわけですね。で、カンボジア、左からカンボジア、ガウタマ、ストダナ、ダリウスということになります。ストダナ・ゴータマというのは先ほど言いましたように、私たちがブッダと呼んでいるシッタ・アルタ・ゴータマ、すなわちペルシャ名、セタ・アルタ・ゴータマのお父さんということになります。で、この三人がですね、実はマルドックを信仰していました。その文書が出てきました。で、もう一度このヘロドゥトゥスに話を戻してみます。ペルセポリスの碑文はですね、あくまでもダリウスが書いたものですから、当然、ソダナ・ガウタマを悪く書いています。その碑文に基づいてヘルトゥトゥスが歴史を書いたものと思われます。で、もう一度簡単におさらいしますと、上がバビロンですね。そして、カンボジアがエジプトへ行ってる間に、ソダナ・ガウタマが、スメルジスになりすまして王位についたと。で、それを良しとしないダリウスが、ソダナ・ゴータマを追い出したということになりますけれども、実は最近の研究では、ソダナ・ゴータマこそが最高位の、いわゆるまあ、後継者であったということが分かってきました。ともかくも、このように、カンボジアがですね、いわゆるカンピセス2世がエジプトに行っている間に、スメルジスになりすましたソダナ・ゴータマが王位を奪ったということになるわけですね。まあ、こういう、流れがあるわけです。で、それを良しとしない、ダリウスがソダナ・ゴータマを追い出したということになります。その時にもすでに、このペルセポリスの碑文にですね、セッタ・アルタ・ゴータマ、すなわち宇宙の解放の、宇宙の真理の解放者という意味ですけども、現在私たちがブッダと呼んでいるシッタ・アルタ・ゴータマの名前が刻まれているところからですね、ブッダはペルセポリスで生まれたということになります。で、これがカンボジアですね、カンピセス2世です。そして中央がダリウスです。で、この、足で踏みつけているのが、いわゆるまあ、これはあくまでも、ダリウス側が作ったレリーフですけども、足で踏みつけられているのが、ストダナ・ゴータマ、なわちブッダの父親ということになります。で、この周辺から実は、マルトゥクという名前が出てきます。ペルシャですね。ここが重要ですから注意してください。すなわち、マルトゥクこそが、ペルシャの神であったということになります。そのカンボジアの周辺からマルドゥクの名前が出てきました。父、キュルスの後を継いでカンボジアは王に就くわけですけども、そのカンボジアがエジプトへ行っている。その間に、ストダナ・ゴータマがスメルジスのになりすまして王の位を奪うと。それを良しとしないダリウスがストダナ・ゴータマを追い出すってわけですね。そのカンボジアの父親の、キュルスですけども、そのキュルスが、マルドゥクを信仰するにあたってですね、
その次に実はカンボジアの名前を書き残していました。それが円筒印章の形で残っていました。まあ、これが先ほど言いましたようにサンタボルナーレヌーボーのモザイク画です。まあ、中央がストダナゴータマですね。で、今左右判定しましたから、一番左がカンボジアということになります。そして3番目がダリウスということになります。どうも前はたった一人だけだったようですね。すなわち、ガータマ、ストダナ、ゴータマだけだったということになります。それはともかくも今日のポイントではありませんが、この周辺から円筒印象が出てきました。これなんですね。そしてその円筒印象には、マルドックに、を、まあ、信仰して、彼の父、キリスですね、の名前とともに、カンボジアの名前があったということです。これでも、決まりましたね。マルドックへの祈祷において、カンビセス2世の名前が、父、キュロス2世の次に記されているということです。つまり、このペルシャを支配していたのは、マルドックということになります。すなわち、ラー、すなわち、アフラマズダ、すなわち、ということになっていくわけですね。はい。で、結論ということになります。エジプトの最高神、ラーです。頭にサンディスクをつけています。サンガード、つまり太陽の神です。そしてイスラムです。アラーフです。やはり、サンゴート、つまり、太陽の神です。そして、ゾラスター教の神、アフラマズダーです。アフーラーです。アフーラーです。やはり、サンガード、太陽の神です。音が似ているだけではありません。アラーフとアフラーは、音を入れ替えているだけと、私は判断しています。アラーフがアフーラになり、アフーラがアラーフになったというわけです。そして、その儀式の仕方も今日まで同じように伝わっています。両手をかざして挨拶する。エジプトでも、そしてイスラムでも、そしてゾラスター教でも、です。こうして、繋がっていきます。そして、そのラーというのは、マルドゥクのことでした。すなわち、延期の息子のマルドゥクです。こうして、神々が一つにまとまりました。すなわち、マルドゥク、すなわち、延期ということになります。が、延期もマルドゥクも、驚いてはいけませんよ。この日本にいました。日本では、延期は高み結びの神と呼ばれていました。そして、マルドックはスコナビコナと呼ばれていました。Zechariah Sitchin wrote that some 4,000 years ago, the majority of the Anunnaki left Earth after had nuked the Sinai spaceport and Sodom and Gomorrah. Marduk, however, who was Ea's eldest son, stayed on Earth with some of his loyal lords.およそ4000年前、アヌンナキの大部分は地球を去った。同時にシナイ半島の宇宙基地とソドムとゴムラを核で破壊した。しかし、エア、つまりエンリルの長男マルドックは彼の忠実な王と共に地球に残った。マルドックは過去において人間の女性と結婚した。その女性というのは、アヌンナキと人間の混合種であった。それゆえに、つまり人間の女性と結婚したため、ニビルへ戻ることを許されなかった。人間は天国、つまりニビルへ入ることを許可されていなかった。
イーノックのような例外は時と場合にはあるが、そうでなければ許可されたとしても短期間のものであった。そのためマルドックはハイブリッド種の妻と一緒に暮らし、ニビルでの皇族の地位を失うか、それとも妻を捨て彼の地位を維持すべきかの選択をしなければならなかった。すでにアヌ王や枢機卿たちの怒りを受けていたこともあり、彼以前のナムールの血筋を引いていたので、マルドックは地位などクソくらえと言って妻を選んだ。しかしマルドックは彼の親族を忘れることも許すことも決してなかった。彼の親族が自分を裏切ったと考えていた。それでマルドックはエンリル一派、つまりレプタリアン族との対決を宣言し、地球の支配者になることを望んだ。少なくとも王が地球にいなくなるよりは良いとマルドックは考えた。そのためイナンナと激しく戦った。イナンナというのはエンリル一派の女性であった。権力に溺れた二人のアヌンナキが原因で、その戦争により何千人もの人間兵士が巻き込まれ殺された。アヌンナキが地球を去った時、すでにマルドックの妻、つまり人間は死んでいた。マルドックの妻は神々のように長寿ではなかったが、アヌ王や枢機卿たちはその反抗的な性格により、マルドックがニビルに戻ってくることを望まなかった。代わりにアヌ王たちはマルドックを地球に残し好きなことをさせた。もしマルドックが地球の王になりたいというのなら、それはそれで良いと。が、神々はマルドックがその基地を使ったり乗っ取らないようにするために、最初に市内の宇宙基地を核で破壊した。それ以来マルドックがこの地球の責任者となった。少なくとも地球の大部分の支配者となった。マルドックは現在私たちが地球のエリート、つまりイルミナティ、さらにはあるべき権力と呼ぶ実質的な派閥の権力者であった。しかし彼はただ一人の責任者ではなかった。他にも地球エリートの部分を操る別個の勢力があった。そのため事情は複雑であった。近くさらに詳しく調べることになる。神々が地球を放棄して以来、エンキ一派、つまり竜族とエンリル一派、つまりレプタリアン族一派が地球に残された。そして彼らのうち何人かはニビル王国に対して忠誠を誓っていた。もちろんマルドックは明らかにそうではなかったが、それでニビルの血筋を引いた者同士の戦争は現在の今もいつものようにこの地球上で続いている。人間がその兵士というわけである。自由のためと称してイラクやその他の場所で戦っている若くて勇敢な兵士を励ますことにはならないが、実際には今でもいつもそうであったように、彼らは神々の戦争を代理にしているに過ぎない。